しい協力によってこれが生まれたこと、誕生したこと、そしてこれが世界に発信されて第2回のこのピアノパラリンピックが世界のどこかでこの始められることを私は心から期待をし、第1回パラリンピック in Japan の開催を心からお喜びを申し上げます。そして世界各国からご参加の皆様を870万の県民を代表して心から歓迎いたします。各国から集うという大変素晴らしい大会がこうして多くの皆さんと一緒に迎えられますことは、今申し上げた通り大変に嬉しいことでありまして、音楽を愛する輪がここ横浜から世界に広がることを心から私は祈念しています。我们是志诚遵守钢琴奥林匹克精神静心演奏李尚轩。気温は一番素敵に弾きます。私はここに第1回ピアノパラリンピック in Japan の開会を宣言いたします。 I now declare the first piano Paralympics in Japan。Thank you.
a great pleasure and honor for me to be representing the American Embassy here this evening, and Ambassador Baker and I would just like to say congratulations to everyone who are participating here today. 井ノ原先生、畑元首相、そして会場の皆様、私どもアメリカ大使館を代表いたしまして、ベーカー大使とともに私ここで皆様にご挨拶できるということは大いなる喜びであり、名誉とするところでございます。そしてこのイベントに参加された皆さん方に心からおめでとうございますと申し上げたいと思います。世界大会の表彰式が行われること、心から嬉しく思っております。このピアノパラリンピックはいろんな意味で多くの皆さんにとってもいい影響を与えるでしょう。ぜひこれを1回だけで済まさんじゃなくて、2度3度ずっと広く世界にも広げていくことを私は思います。